こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。今回はセルフブラックな働き方の話をしたいと思います。先日私はこんなツイートをしました。皆勘違い。実は成長できないダメな会社とは自由な会社だった。理由は自己保存本能を打ち破れないから。 逃げられない仕組みで強制していくことで人は成長できる。マコナリ社長って人生の断りを解く構想のようだな。ありがたい説法を次回も楽しみにしよう。マコナリ社長は成長の鍵は自由より強制だと説いています。自由な会社では成長できない。なぜなら 自己保存の本能を打ち破れないから逃げられない仕組みで強制外出そして本当に成長できる会社の条件とは1適切な緊張感を与える目標設定を指導してくれる会社2自分の思考行動について振り返る機会のある会社3 行動規範が明確で、みなが体験できる努力をしている会社。一方池谷さんは強制を突き詰めて、好きなことならブラックで上等とまでおっしゃっています。池谷がハードワークな理由、それは仕事はエンタメだから、仕事しないことがむしろ苦痛なのだそうです。 そして、働くほど事業資産、不労所得がアップしていく。これはサラリーマンには無理なことです。結論として、セルフブラック企業になれとおっしゃっています。労働者として搾取されるか、事業家として資本主義を攻略するか、それは個人次第だと言えると思います。 私からのメッセージです。徹夜でドラクエがつらくない理由こう問えば皆さんも理解してくれるのではないでしょうかつまりストイックとエンタメは共存可能なわけですそして労働者としての喜び働くほど未来が明るくなるこれは現代の社会では失われつつありますが それを取り戻そうと2人の匠はおっしゃっているのです実は私は薬局長の先生方にリタイア後の起業を進めています具体的にはクラウド型医薬品集フォーミュラリーで起業しようと進めているのです 詳しくはこのブログで全ノウハウを公開中ですので、興味のある方はぜひご覧になってください。今回のお話は以上なのですが、この動画ではこんな風に複数の YouTube の匠の動画をもとに、企業を目指す薬局長の先生方に向けて、役立つ情報を配信してまいります。 今回のネタ元動画はこちらよりご覧いただけます。また、私自身も YouTube、Twitter をしておりますので、よければご覧いただき、チャンネル登録、フォローをお願いします。今回は最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。